はい、どうもなぎです。はい、どうも、増井です。というわけで、今回は、ぶっちゃけ評価の理念、こちらについて、増井さんと一緒に話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いよいよ、今回ね、バージョン 4.0 アップデート、コンテーヌが実装されて、新キャラの理念が来ましたね。はい、もうめっちゃ楽しみにしてたわ、コンテーヌ。コンテーヌの一番最初の星5キャラということで、トップバッターね、期待がでかいか。でかかったね。実際問題、キャラの評価はどんなものなのか、当初だったり、はい、端子だったり、おすすめ突数などについても、いろいろと話していきたいと思います。ではまずはそんなリネの基本的な性能から。リネは炎元素の弓キャラで、主な役割はアタッカー。銃撃の2段チャージで高い火力を出しながら追撃ダメージを与えたり、その銃撃や元素爆発で設置物を出して元素スキルでそれを起爆することで高い瞬間火力を出すことが可能です。銃撃、元素スキル、元素爆発、すべての火力が高い、いろいろと高水準なアタッカーだと思います。そんなリネですが、まずは長所と短所から見ていきましょう。じゃあまず長所一つ目、何かありますか？基礎スペック高いね。倍率とか持ってる固有テンプとか、うん、その他もろもろが全体的に優秀だよね。本当に優秀やね。実装前は、ちょい心配しかなかった。なんか映像見る感じ、大丈夫かって思ってた、やべえかなって思ってたけど、それをカバーできるぐらいの効果力持ってきたなって感じだな。そうだね、まあ、まず一番目につくのは強力な固有テンプだよね。ダメバフね。ダメバフ最大 100%。 これえぐいな。まあ、仮に自分一人だったとしても 60% 発動してるもんね。これやばいよね。これはすごいな。あ、イエランでも 50% だもんね、最大。なかなかこうここまで極端にダメージバフを獲得できる能力っていうのはなかったから。しかも簡単にやりやすいよね。イエラン横空きが使えないってことはもう銃撃の時点で分かりきってることだから、モノパイロを推奨されてた理由もだいぶこれがでかいよなって。そうだね、まあ、武器も完全にモノパイロ炎3人で組んでくださいっていう性能してたから、それに合わせた固有テンプって感じなのかなと思いました。でしかも炎元素キャラのリネがこの固有テンプを持ってることで、ダメージワフだけじゃなくて攻撃力もやっぱ炎元素って盛りやすいから、ステータスのバランスがすごい。そうだね、モチーフ武器の大魔術が会心ダメでしょ、攻撃力も上げて、で本人でダメバフ持ってて、突破が率か、おすすめされてる生物ファントムハンターも率漏れるっていうのがあるから、カンウと似たような感じでバランス良くない？カンウ結構バランスいいよね。アモス本人の ね効果で。特にやっぱね、リネはベネットと組み合わせるってことで基本攻撃力で困ることがないから、この元素共鳴もあるし、生物と固有テンプで会心ダメバフ両方高水準に漏れていけるっていうのはマジでアタッカーの中でもすごい優秀なポイントだなと思うわ。あと、まあ、これもステータスのバランスがいいっていうところと直結するんだけど、銃撃とか元素スキルとか元素爆発全部の火力高い。事前情報で銃撃したいっぽかったからちょっときつそうだなって思ってたのもそこがあったんだけど、スキルと爆発でそこをちょっとカバーできてるかなっていうのは。そうね、普通に適当に使ってるだけでももう5万6万とか、なんなら10万以上のダメージも単体でポンポン出してくれるから、ダメージは出るね。確かに出るわ。一発一発のダメージがでかくて使ってて楽しい。他に何か調子ありますか？このさ、元素エネルギー回復っていうテンプ持ってるからさ、爆発が結構回りやすいんだよな。本人が60で比較的軽いっていうのもあって、炎元素3人で組むプラスこの固有テンプの能力、で必要元素エネルギー60っていうこの3つが重なるとガンガン爆発回ってくるよね、回る。あと地味に元素スキルで HP を回復できるっていうのも優秀なポイント。そうだね、フォンテーヌのキャラちょっと癖あるよな。そこ自傷も持ちつつ回復を持つみたいな、銃撃でね自傷効果があるんだけど、代わりに HP 回復効果もちゃんと持ってるから、 HP の変動が何かしら関わるような効果を持ってて、でフォンテーヌでねそれが必要とする武器だったり生物だったりが出てきてるから、フォンテーヌ一発目からここまでインフレ感じるようなキャラクターが出てきたってなると、この後続いてくるキャラクターたちもちょっと気になってくるな。だいぶ楽しみですね。まあ何しろ水の神はね、あのイエラに立ち向かなければいけないのででかい壁だな少しでもハードルを下げるためにちょっとずつもしかしたらインフレするのかもしれませんね。ということで、まあ、いろんな面で優秀なアタッカーではあるんですが、まあ、もちろん短所もあるということで、じゃまず一つ目、何が短所ありますか？パッて思いつくのはこれしかないんだけど、銃撃が単体なことだけだね、はい、そうだね。なんか元素スキルとか元素爆発は単位ダメージ与えてくれるんだけど、主軸になってくる銃撃が単体攻撃っていうのはちょっとネックポイントではあるかな。螺旋とかで敵がいっぱい出てくるような状態で、やっぱ単体キャラクターはね、処理が遅いっていうのがあって、リエに関しては、まあ、スキル爆発でちょっと範囲の攻撃があったり、まだ単体特化の中でもまあ恵まれてるところはあるんだけど、やっぱこの銃撃が範囲だったらなっていうのはある。範囲だったらまあ正直まあぶっ壊れレベル火力が高い代わりに銃撃だけはやっぱ単体攻撃になってるっていうのは、カウントの差別化点としても必要なポイントではあったのかな、リネがこれ以上やばくならないように銃撃が単体だったっていう感じがあるな、
まあ、もう一個明確な短所としてパーティー編成がある程度縛られるっていうのは、うん、まあ、短所の一つではあるよね。まあでも銃撃で戦うって言われたら、まあ、床キーラン使えないしってなるともうモノパイロ行きになっちゃうよね、うん、リネベネットまではいいんだけど3人目の炎元素枠で結構悩みがち。まあでもこんだけキャラスペックが高いから、うん、庶民あもうあと1自由枠でいいかなとは思ったかな、うん、まあ、誰入れても、うん、なんかベネットとリネとカズハとかでバフつけて銃撃パンパンしてるだけで強いから、うん、割と3人目使わなかったりもするしね。まあ、同じパーティー編成が縛られるっていう意味ではニーローも近いところがあるんだけど、うん、ニーローほど苦しさは感じなかったかな、うん、これもやっぱ本人のスペックが強いおかげじゃないですかねそうだね。入れて炎さんのアット1枠は自由な元素入れれるし、うん、てかなんなら炎2プラス2元素自由枠でも十分強いし、ね、うん、そうだね、まあ、ベネカズハが結構強いっていうのもあるし、うん、本人が強いっていうのもあるから、まあ、炎さんに固執しなくてもいいんじゃないかな。使い勝手とか考えるなら自由枠を増やすっていうのもありだと思います、うん、他に何か短所ありますか？かか思いつかないあるなんかもう一個あげるんだったら結構このキャラ立ち回り難しくない？あーまあわかるわかる。二段チャージな上に本人が中段体制持ってないから、うん、どうしてもプレイヤースキルが求められる。めんどくささが勝つところはあるな。他のキャラと違って元素スキルだけでサクッと火力出したりみたいなのがなかなかできないから、戦闘開始してまず銃撃二段チャージから入らないといけないのはちょっと面倒だよね。ミスってねスキル使っちゃうんだよね先に。わかる。コンボが従来のキャラクターとは違うから、うん、どうしても癖で使っちゃうんだよね。戦闘開始まず元素スキルあってなる。そうあってなる。二段チャージ中に攻撃されたりしてもキャンセルされちゃうし、敵との距離取りながら、まあ、あとベネットのエリアに入ったりとか自称の HP 管理したりとか、まあ、結構アタッカーの中でもプレイヤースキルは求められる部類かなと思う、まあ、ぐらいだね。あんまこれ以上目立った短所も特に見当たらないよね。本当にちょっと立ち回り難しいのが一番の短所ぐらいで、うん、まあ、他はいろいろ補える部分でもあるし、結構アタッカーの中でも評価は高い方かなとは思います、うん、はい。ということで、まあ、評価の話も出たので次は無凸評価とおすすめ凸について話していきましょう、うん、はい、どう無凸評価10点満点で何点ぐらいだと思いますか？7.5 から8ぐらいかな。わかる。俺も8点だったこの辺かな。敵単体だったらね 8.5 とかぐらいまで上げてもええかなぐらい、うんうん、ボス戦だったらなんか 8.5 とか9とかあってもおかしくない。9とか上げてもいい、うんうん、それぐらい。まあでも運営のリネを強くしようっていうなんか意思は感じられた使ってて。そうだね。炎元素ってやっぱイエラン行くわけ使って蒸発しなんぼみたいなとこあるから そこが封じられてる時点でやっぱ厳しいかなって思ってたんだけど、うん、もう明らかにインフレを感じるかのような、まあ、倍率と固有テンプ、まあ、この後話出てくるかもしれないですけど凸効果だったりとか、うん、で、まあ、まあ同じく単体特化の、まあ、ヨイミヤとかもいたんだけど、うん、まあ、スキル爆発を範囲にして結構使うようなキャラ性能にしてるからここまでめっちゃきつくもない。単体特化といえどそうなんだよね、うん、結局スキル爆発で範囲は意外となんとかなるから敵を例えばカズハで一箇所に集めた後に爆発から元素スキルって繋いであげるだけで一瞬で殲滅できたりするから、うん、ここら辺加味してもやっぱ無凸の中でも火力の高い部類のアタッカーにあるんじゃないかなと。ダメージの見栄えはするな本当に。うん、一瞬でダメージ出せるのはすごい使ってて楽しいし、うん、瞬間火力が高いっていうのは魅力的だね。そうだね、コンボ決まるとすごいもんね。はい、というわけでそんなリネのおすすめ凸は何凸ですか？これはちょっとむずいな。 1,2,3 かな1,2,3 だね。3凸えぐいねこれ。3凸がね今まで原神キャラに存在しない通常テンプが上がる効果だから。欲しいやつ既存のやつでいっぱいいるよこれアタッカー全員欲しいまである。ありなんだと思ったもんカルタリアと合わせれば前人未到のテンプレベル14を唯一達成できるキャラだからね。ねえ、2凸がさこれいいよね。会心ダメ合計60か、まあ、俺の中のスメール組のさ、うんうんうん、フノイさんって言ってんだけどさ、スメール貫突効果のさ、うん、約3人ぐらいいるやん。会心ダメが上がるやつ、それを貫突に持ってくる割には弱いって思ってんだけど、うん、2凸にあるのはいいな。おお、なるほどね、確かに。貫突まで行って会心ダメ60-70かってっていうのはあったんだけど2凸にあるんだったらいい。発動の仕方も簡単だしねこれ、うん、ここまで1凸2凸3凸4凸高水準で強いキャラってイエラン以来っていうぐらいどの凸効果も強いよね、うん、やっぱ外れ凸効果ってあるんだよなアタッカーって。なんか自分にかからずにチームだけかかっちゃうとか、純
粋に自分が強くなる効果だけ持っててくれればアタッカーってそれでいいと思ってるんだけど、まあリネはそれになってるな。これいらなくねっていうものはないから、1凸から6凸まで全部ちゃんと強いから正直どこで止めてもいいんだけど、まあやっぱおすすめで言うと2凸になってくるのかな。まあ、まあこれからフォンテーヌ新キャラバンバン来るしね、ご自身のお財布と相談してもらってやな。コンバージョン特にイエラン勝利もいるからね。正直無凸でかなり優秀なアタッカーだから。ただね、無凸で十分ダメージはもうゴリゴリ出してくれるから、うん、強いてあげるなら、うん、まあ、3凸までのところで自由に止めてもらえればって感じ、ね、じゃあ同じくこちらもね少し難しい問題にはなってくるんですけど、だいたい2凸と武器ガチャモチーフ武器いくのが同じぐらいの原石必要になってくるんですけど、うん、2凸とリネのモチーフ武器どっちを優先するべきだと思いますか。2凸と武器やったら武器じゃない。武器かな。2凸さ開始鍋60やん、うん、けど武器開始 66. 点いくつだ上がるやん。 66.2 かね。俺武器でいいんじゃないかなって思うけどな。実際武器はかなり強い。リネとめちゃくちゃ相性いいし強いんだけど、あと相方が弱水っていうのもあってさ、まあそうね、結構でかいかな。今回星4ラインナップも結構強いんだよな確か。要はさ、うん、星4武器持っててもベネットがいるから攻撃力案外どうにかなっちゃうんだよな。でも相方弱水はまあうまいんじゃない。そうだね、武器ガチャのラインナップが今回強いからそういう意味でも、うん、武器ガチャ引いとくのは割と安牌な気がする。仮で弱水出たとしてもベネットでどうにでもなるから。弱水と合わせても普通にリネ強いからね。普通に強いよね弱水でも、うん、弱水リネっていう選択肢もありだし、まあ、弱水自体が汎用性高いからいろんなキャラに持たせれるんで、うん、大魔術もね話題になってるよね。大魔術カウンだったりとか移動速度特化の大魔術イエランとか名前がおもろいな探索快適らしいからね、まあ、そこら辺加味すると、まあ、我々2人のあくまで個人的な意見ですが、まあ、武器ガチャの方がおすすめかなと思います、うん、はい、はい、それでは次は相性のいいおすすめキャラだったりパーティー編成についてということで、まあ、基本誰と組み合わせるのがおすすめとかありますか。カズハは固定じゃないかも。まあベネカズハは安定の、うん、このパイロ常連でしょ。あと一人自由はって感じになってくるよね。そうだね、まあ、ただやっぱデコやるといえどもやっぱ中段体制欲しいから、うん、まあ、さっき喋ってたより、まあ、火力が結構もう十分だから、まあ、炎さんにこだわらなくても勝利入れちゃったりとか、ね、レイラだったりとかシールド役をね、うん、そうそうそう、キララだったりとかシールド硬いキャラとか、まあシールドじゃないけど、まあディシアとかも選択肢としてはまあありじゃないかな。集団体制3人目の炎元素役、ここでディシアがね相性のいいキャラとして出てくるのは、うん、新しいキャラの使い道としてもやっぱ嬉しいところだね。まあ集団体制ちょっと9秒なんで、うん、ちょっと使うタイミング気をつけないとね、あの下準備してリネが前に出てくる頃にはもう切れてるっていうことを、まあ、気をつけないとあるんで、使うタイミングだけ気をつけていきましょう、うん、まあ基本的にはだからリネ、ベネット、カズハで、うん、あと1の枠にシールド役を入れたりディシアを入れたりっていうのが基本的なパーティー編成になってくるかなと思います、うん、ちょっとね、個人的な話なんだけど、これ妖怪ロサリア、あー、なるほどね、楽しくて、そのリネの単体のところをロサリアでこう一気にバンって爆発でロサリアが妖怪を起こして複数戦もカバーしてくれるみたいなのが、あ、それ確かに結構妖怪安定して起こせるって考えると、あ、もともとね、あの妖怪ロサリア、ベネットシャンリンとかディシア、ベネットとかに数入れて、あ、でロサリアみたいな感じで、まあサブ火力みたいな感じでもともと組めてたから、そこの、うんうん、まあ炎1をリネに変えても別に全然戦えるって感じだったんで、もともとリネが攻撃力とダメバフ足りてるっていうのもあって、ロサリアの会心アップの固有テンプとも相性いいしね、まあ、妖怪とか蒸発もね、もしかしたら今後開拓されていけばどんどん強いリネの使い方とかも分かってくると思うので、そうだね、今後 ね、スキジンとかね、うん、ワンチャンもしかしたらいい感じになるかもしれないけども、現状蒸発妖怪をリネが起こさなくても強い、ね、うん、リネ単体だけで元素反応なくても十分高い火力出してくれるので、安定取るんだったらやっぱシールドとか中段体制入れるのが無難かなと思います、はい、まあ、ぜひパーティー編成の参考の一つにしてみてください。はい、それではお次が最後のテーマということで、バージョン 4.0 ガチャの加工優先度、リネ、イエラン、勝利、タルタリア、この4人の優先度、増井さん的にはどんな感じになりそうですか。リネはイエラン勝利ほどではないよな。まあ役割的にね、アタッカーだから、そう、アタッカーだからね、うん、どこまで行ってもアタッカー役は優先度がサポーターサブアタッカーに比べると低くなりがちなので、全て置き去りにしたぶっ壊れアタッカーでもないから、他炎アタッカー使ってて別に十分かなって思ってるんだったら無理して引く必要
要はないですね。まあこのアタッカーの中でもかなり評価は高い方だとは思うけど、それでもイエラン勝利に優先度上かと言われればそういうわけではないので、イエラン勝利、リネ、タルタリアみたいな感じの順番になってくるかな。そうだね。フォンテーヌ探索しててね、ギミックだったりとかフォンテーヌ特産品とかの固有店舗持ってるんで、うん、まあ、それ目的で引く人も多分いるとは思うんだけど、そうね、フォンテーヌの新キャラだから復刻もちょっと早いと思うし、そこの時にまた欲しかったら考えるって感じでもいいんじゃないかなと思います。確かに、まあ、一旦今回待ってみて、フォンテーヌの他の新キャラが出た後に復刻したタイミングでもう一回引くかどうか考えてみるっていうのもありだね。後がつっかえてるんでね、いろいろ、はい、まあ、次もね新キャラ2人来るし、うん、4.2 になったらおそらくフリーナもね来ると思うんで、あとまだまだ新キャラ控えておりますので、うん、原石の使い道は計画的に、はい、まあ、ぜひねガチャを引く際の参考にしてみてください。というわけで今回はリネのぶっちゃけ評価、こちらを増井さんと一緒に話していきました。まあ、さっきも言った通り、個人的にも結構アタッカーの中では評価高いキャラクターではあるので、うん、ぜひね、お試しとかで使ってみて、肌に合いそうだなと思った人は、ガチャを引いて、今回の動画を参考に育成してみてください。それでは、今回遊びに来ていただいた増井さんのチャンネルは、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひ、そちらからチャンネル登録の方、よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。